ムンジェイン頑張ってよ。ライブドアニュース、2019年7月15日。北朝鮮が再び韓国を非難。米朝交渉に関わる必要ない。邪魔言われてる。ざっくり言うと、北朝鮮は米朝非核化交渉に関わる必要がないとして、韓国を再び非難した。韓国が間に入ったとしても、できることはないというのが明白だ。と説明。この、対米直接取引の主張は、米朝実務交渉が再開される兆候と見られている。北朝鮮も韓国外しなん？これは、中央日報をまとめたものです。非核化の実務交渉を控えた北。韓国は抜けろ。また、直取引宣言。仲裁役っていう感じでシャシャリ出てくるやつって結構役立たず多いよね。実生活で遺産の問題とかでも、いや、お前入ってくんね。ややこしくしたらお前やんけって思う人いるもんな。思ったことあるもん。で、結局、ガツンというの私かいなっていう場面経験してたら、仲裁人いらんで、めんどくさい。で、イスラエルの大統領が訪韓しましたよね。ムンジェイン大統領に会いました。タイトルだけ。朝鮮日報。2019年7月15日。文大統領がイスラエル大統領と会談。朝鮮半島平和への支持確認。イスラエルの大統領が訪韓するのは9年ぶりなんですが、ニュース記事をまともに伝える気がしないんですね。と言いますのも、まあええことしか書いてないやろと。ムンジェインもニコニコしているだけでお話にならないでしょうし、韓国は北朝鮮と友好関係にあるイランやシリア、パキスタンなどに、生物化学兵器関連の物資を横流ししてたやんか。何さらしてケツ関連って言いに行ったんじゃないかな。脅しに行ったん違うかな。とか思ってしまうんですけど、まあ、考えすぎかな。イスラエルとイランはちょっとえげつない関係になってますので、ニューズウィーク日本版、2019年7月10日、米イラン戦争になれば、イスラエルがイランを襲う。ということは、生物化学兵器を横流しした韓国もピンチ。考えすぎたな。記事によりますと、核合意から一方的に離脱したアメリカの制裁に耐えかね、自らもついに核合意のウラン濃縮上限を破ったイラン。いきり立ち、戦争準備万端なのは、隣国で旧敵のイスラエルだ。怖い怖い。で、アメリカとイランの関係悪化に伴い、イランとイスラエルの関係も邪悪さを増している。最近、両国は互いに相手が攻撃可能な範囲にあると威嚇し合った。記事はこの辺でやめときますが、なんか関連してるのかしら。そうだったら、いろいろ面白いこと、陰で恐ろしいことになっているはず。まあよくわかりませんけど、今後韓国はどうなってしまうんでしょうか。乞うご期待って感じで、いい材料がないよね。